ドジャース大谷翔平投手29が松井秀喜声となる日本人メジャー最多を更新した通算176号本塁打のホームランボールが今回オークションに出品される。米大手オークションハウスヘリテージオークションズが公式サイトで5月31日日本時間6月1日までに予告を公開した。入札開始は7月26日頃で20万ドル 約3100万円以上からを予定しているという。大谷は4月21日にドジャースタジアムで行われたメッツ戦3回に先発右腕ハウザーから今季5号ツーランを放ち、これが松井の通算175本塁打を抜く176号となった。ボールには記念の刻印が入っており、右翼側のガイアスタンドで観戦していたジェイソン・パティーノさん、48、がゲット。 僕は転がってきたボールを取っただけ。誰かが僕にぶつかってきたけど、大丈夫だった、とお宝ゲットに喜びを語っていた。